霊教皇は、五霊朝おこしの、第十二代皇帝。名は、はじむつばき、または、はじむ,むとも。近郊をはじむと定子蘭の子で、青州の彦で、明宗はじむ橋の同母帝にあたる。高昭七年、昭州は先見を振るう人し国皇、幕東洋に不満を募らせ、一部の帝神と共に、三世の秋吉県にある、夢山にこもると、 斉イ城による邸康氏も招集の幕東洋討伐の命に応じた。これに対して幕東洋は招集が訓則の間にそそのかされたとして招集に同行しなかった同母帝の恥むつばきを皇帝に擁立し招集を多陽王に落とした。吉文公、玄時代の娘を皇后落とした。教皇を要した幕東洋は当元三年に三刀工幕決。 慶慶孔、竹守両川法竹史女勝ららに、サイト城を攻めさせて、低安氏を戦死させ、はじ橋を捕らえて、昇竜に遊兵した。低安氏の死後、表だった反対者がいなくなった、幕東洋は東元5年12月8日、背景白藩金坊にはじ橋を殺害させ、翌東元6年4月16日には、 東各大学士の皆元白元文隊に御事のりを寄贈させて教皇にも前情を迫った。ここにあと霊長は一旦滅び、幕長が成立した。上位後の端む椿は京王に交付されて西内空に遊兵され、明徳元年6月15日に母の帝子蘭と共に自害を強要された。死後、皇帝の霊をもって古典県にある歌謡寮に葬られた。 ありがとうございます。